はい、牛島くんに南のトヨですか。やっぱり私はね、闇金ドックスのパート5、これね何回も見てしまいますよ。やっぱこれはね、実話をリアリティに表現したところと、まさにですね、多くのロストジェネレーション、今の40代50代が抱えていて、もしくは一歩ね、間違えたらっていう表現は違うかもしれませんけども、本当に首の皮一枚で誰もがそうなる状況なんですよね。だって40代とか50代のね、私たちの世代ってお父さんお母さんもそこそこの年齢で、もうすでに社会の第一線を退いて、ゆっくりと最後の時間を過ごしたい時じゃないですか。でもそういう時に病気がちだったりね、認知症が始まったりとか、経済的な不安があったりとか、それを子供たちが支えてくれるかなっていうふうなほのかな期待も今打ち破られて、どちらかというと自分が受け取っている細々とした年金すら子供たちに吸い取られてね、孫にも吸い取られて、生きていくのが辛いような状況なわけなんですよ。じゃあそれはね、生きていくのが辛ければ認知症にもなってしまいますよ。毎日楽しくって美味しいものを食べてスキップして暮らしてたら、誰がね80代90代になって認知症で脳が衰えたりしますかってことですよね。でしかも認知症ってのは50代60代70代っていう積み上げのもとに80代がどうなるのかってこともありますんで、例えばね40代ぐらいから健康に気を使うようなね、すごく食事とかライフスタイルとか自由とかノーストレスなスローライフとか送っていたら、50代60代って年齢を重ねれば重ねるほど、ものすごく意欲的にエネルギッシブにいろんなものを勉強しながら、それこそ YouTube とか Twitter もどんどんやっていこうかなみたいになってきますよ。でも生活に追われて何の希望もなかったらそんなことできないですよね。だから今ね7040問題とか5080問題ってありますけども、これはですね40代とか50代の人が将来自分がこうなるんではないかなって危機感を感じるためにも、やっぱり今現実40代50代の人がいきなりね70代80代のお父さんお母さんに何かできるかって言ったらできないかもしれません。でも少なくともね、お父さんお母さんに何か恩返しをするとしたら、自分が70代80代になった時にはやっぱり少しでも自由に惨めな人生じゃないように、今から20年とか30年かけて構築していくことはできると思うんですよ。そういうことによって、言い方はまたね適当じゃないかもしれませんけども、お父さんお母さんの老後よりも自分の老後は豊かに幸せになるような準備を今からするってことができるんじゃないかなと思うんですよ。で本当にね、難しい状況はお互い様です。本当みんな同じです。私たちも同じ法律、同じ国のもとに、いろんなものをね、義務を押し付けられて、権利をものすごく抑圧されて苦しいんですよ。苦しい。でも今与えられているカードの中でどうしても勝負していかないといけない、切り札を使っていかないといけない、その連続なんですよね、日々っていうのは。で自分がちょっとでも落ちぶれるっていうかね、意欲を失って、やる気を失って、戦う意欲を失えば、それでも谷底に叩き落とされるんですよ。弱者は徹底的に叩いて、立ち上がってくるものはやっぱり叩くみたいなね、こういうふうな今ね世の中なんですよ。誰がそうしてるのかってはっきり言えませんけど、分からないんだけども、まず第一なのは我々が諦めてしまうとか、トライするのをやめてしまうとか思うツボなんですよ。そうやったら諦めるのを待ってるわけですから。だって我々も本当に力弱い人間ですよ、一人一人。権力者にはかないません。でもですね、強大な権力者に対しても私たちが1万人とか10万人とか100万人が手をつないだら、それはできますよ。日本の国民1億、ね、2000万人いるとしましょう。じゃあ権力者に対して1億人が足並みを揃えて、権力者を立ち向かうぞってやったら勝てると思いませんか。でも自分の私利私欲を優先すると、権力者がくれる小銭に対して尻尾を振ってしまって、あ、いただけるんだったら言うこと聞きますみたいになっちゃうんですよね。だからお金に本当にね従うこと、お金がもらえるからって行動することはまさに思うつぼなんですよ。我々は諦めという材料を、このお金っていうね麻薬に対して本当無力ですよ。お金をたくさん誰かから与えられれば、そのくれる人に対してなかなかね強く出られなくなってしまう、反論できなくなってしまう、こういうね忖度がね山ほど出るんですよ。だいたい忖度って言葉がこんなにね日常会話で使われるなんて異常ですよ。私ね10年前は忖度なんて言葉の概念すら分かんなかったですよ。皆さんもそうじゃないですか。5年前忖度なんて言ってました？聞いてました？なかなかないと思いますよ。だからこれはね忖度が蔓延してきたってことなんですよ。私もですね、すごく気をつけることがあります。それはですね、俺のおかげで家族が養えてるんだみたいな表現をしないこと、これをねやっぱりこれからも気をつけていかないといけない。そうなると私に対する忖度が始まらないでもないんですよ。やっぱり私はね、はっきり言って異常な人生を歩んでると思います。妙ですよ、そんな40歳から46歳まででこんな資産構築して自由に生きて、毎日ブラブラしてるのに収入はどんどん入ってくるみたいな、異常だと思います。異常だと思うんで、私まさに思うんですよ。
普通の人の感覚を失わないようにしなくちゃいけないなと。その普通の人の感覚っていうのはどこにあるかっていうと、ご近所様とかね、やっぱりこれ表現失礼かもしれませんけども、あの本当に日々頑張って働いていらっしゃる方でもなかなかお金ができないっていう、そこに私はいつもいつも寄り添っていきたいので、こういうふうな放送を毎日してるんですよね。私ははっきり言って自分の、あの人生モデルが異常だと思ってます。おかしいと思います。あの運に紛れて、それでタイミングがよくってこうなったわけなんですよ。私の実力ではないです。本当に宝くじに当たったようなもんで、私の人生を真似すれば私みたいになるよって責任を持ってそういうこと言えません。私の人生ってのは異常なんで、むしろ真似しない方がいいと。こんな自分の人生をそのトレースしない方がいいと思うんですよ。ただ一点一点私の言いたいことってのは、確かにね、何かこう心に響くものがあると思うんですよ。例えば投資にしても余剰資金でやることってのはしつこく言ってきました。私も投資は余剰資金しかやってないんですよ。でも私の資産に比べて私の投資金額がこんなに少ないのに、こんなに少ない資産の人が私がびっくりするような投資金額をぶち込んでいるみたいな現状もありますね。それはやっぱり普通の感覚ってのは私は逆にあのほとんどの人の異常な行動から読み取るんですよ。だから私は発信を続けますね。今回の動画のまとめですけども、私はね、その闇金ドックス、何でしたっけ、闇金ドックス5ですよね、ああいう風になった原因がどこにあるのか分かりません。あの時代の大きなトレンドには逆らえない部分があったと思います。でもそれでも諦めずに一歩一歩踏み出すことによって協力しながらやれることってあると思うんですよ。そのためにはやっぱりね、自分が裸一貫から始めれるんだっていう風な勇気を持つことだと思います。あの、今手にするものを失ったってやっぱりね、やっていきますよ。ない方がむしろね、自由にスタートできるんじゃないかなと思います。まあ、私はですね、今40歳から46歳になるときに、今私の目の前にあるもの、目の前にいてくれる人、この全て、小銭でもそうですよ。財布の中にある最後の1円の小銭まで、私はね、40歳から作ったものばかりです。39歳までの人生で何か役に立ったことってのは何かって言ったら、日本語が喋れる、このぐらいですよね。それ以外はもう数学にしても国語にしても、学校のね、暮らしにしてもね、地域社会との関わりにしてもビジネスにしても40歳までのものは全く使ってないんですよ。まあ間接的に使ってるのかもしれませんけども、そのぐらいね、やっぱりこう切り替えて第一歩を踏み出そうと思ったら、今いる場所から離れるっていう気が本当に重要なんだなと思ってます。何を言ってるのかね、分かんなくなってきましたけども、そんな感じで受け取っていただければ幸いでございます。闇金ドックス5、必ず見てください。